今神戸市役所の前に来てます。であちらのああいう風な50階建てほどのビル、まああちらもそうなんですけども、まあその手前の大きなビルとかもそうなんですけども、昔はなかったんですよね、阪神淡路大震災の前までは。で同じぐらいの高さのビルが、新神戸駅にも、あります。でこの辺り、あの右手の方にはあちらの方にも大きなビルがあって、あちらの方にも大きなビルあります。ですけどもほとんどあの洗濯物出てませんよね。あの一つ出ないんですよ、売れてないんですよ。っていうのは作りすぎなんですよね、完全に。でそのあちらの大きなビルの横の横にも大きなビルあるんですけども、あれぐらいのね、あの大きさのビルが兵庫駅とか高取とか、あとあちら左手ちょっと曲がったところにもあの何棟も出来上がっていて、でその奥の方でもクレーンが動いてるんですよね。であの政府の方でも住宅をたくさんあの作りすぎてる件を把握してるんで、一時期流れてた話が銭湯を本当に考えてあるとか、まあそういった話とかも出てたのは出てたんですよね。まあ、こちらの方もあの洗濯物の方出てません。でその隣もそうです、あの空き家だらけですね。でこういう風なものはあの作っていても資源の無駄遣いになるんでね、この辺のところは非常にあの一旦工事やめて、全員あの3月から11月までの間はあの河川への水門開閉式ダム発電の方に設置工事に、移行してほしいですね。で生産業の方が、まあ、自動車メーカーと一旦車作るのを抑えて、まあ、一気に、水門作って、まあ、他の町工場でも仕事求めてられてるところでもいいですよ。どんどんあの作っていきましょう。でどんどん発電していきましょう。一旦こちらは、これぐらいで映像、撮影切ります。2022年、本日は4月の、11日あたりです。時刻12時ぐらいです。今 JR 三宮駅の近くに来てるんですが、あちらが JR 三宮駅です。であちらのあの50階建てほどのビル、あちらもほぼガラガラですね。あれもあのだいぶ前から作られてます、阪神淡路大震災の後ですね。で少し新神戸の方へ歩きます。でそちらの方でも、ビル建設しすぎです。そちらを撮影します。今はあの三宮駅あちらなんですけど、少し歩いてきました。こちらの方もまだまだ空きたくさんありそうですね。でこの辺りからですね、両サイドちょっと入ったところに、10階建て以上のビルって山のように、建築されてます。まあちょっと表現を大げさでしたけれども、数棟は、作ってますね。で、どこもガラガラ。で、一応、垂水の方の公営住宅は500棟ほどあって、500棟以上あります。で、そちらの解体時期、云々等があって、ある程度作ってるっていう部分はあるんでしょうけども、それでもやっぱり、作りすぎですね。根本的に仕事がなかったら、分譲マンションの場合、買えませんから。で、この辺りもそうですね。新しく建設された分譲マンションだと思われます。まあ1階はこういう風に飲食店になってますけど、この上の方とかもそうでしょうね。でその隣もそうです。で向こうの奥の方もそう。であちらの方もそう。あの奥の方のところです。であちらの方の建物はもう老朽化して解体入った方が良さそうな建物ですね。まあ、解体を行うんだったら、12月から3月ぐらいの間で。今この辺りが加納町の、歩道橋のところです。あちらの建物もそうでしょうね。民間用の分譲マンションだと思われます。まあ、あの辺りもそうです。洗濯物なんか出てないですね。でその向こうもそうです。手前のあのレンガ模様のところのその奥の方、まあ、ちょっと離れたところ、あちらは新しいものですし、向こうのあの黄色い建物もそうです。ちょっと歩道橋を登って向こう行きますね。本当に
まあ公営住宅の一斉解体の時期はあるんでしょうけども、いくらなんでもちょっと作りすぎでしょうね。向こうのあの建物もそうです、画面の中央部のところですね。あちらもあの人ほとんど入居されてないと思います。洗濯物がどこもかしこもこの時刻12時くらいなのに出てないですからね、これだけ天気良くて。その結局仕事も絶対数と結びついてくるんですよね。まああちらの建物もそうですね、ほとんど洗濯なんか出てないです。まあ空き家だらけなんでしょうね。あちらの方はちょこっと洗濯も出てますけど、ほとんど出てません。多分空き家だらけです。その隣も、そのもう一つ隣もそうです。でその隣も向こうもそうです。もう建物建てれば資産価値生まれるから GDP として計算して、変な GDP の作り方ですね。向こうの右手の方の向かいの建物もそうです。あちらもそうです。申し訳ない。とにもかくにもね、GDP にあまりこだわらないで資源をどれだけうまく活用するか、そちらの方が重要ですね。でああいう風にまだあの奥でクレーンが動いてるんですよね。まだ何か建設するつもりです。あちらもそうですね、クレーン動いてますね。であちら、新神戸まで並んでる住宅、まあ、右手の方もそうですけども、大体まあ分譲あたりでしょうけど、人なんかほとんど入ってない。根本的にそこも仕事も絶対数もそうですけども、神戸市北区は北区で神津台とか新しく、まあ、今から20年以上前ですけども切り開いたりとかして、で一戸建て建てるような体制いっぱい作ってるんですよね。でこちら、もうそうです、洗濯物なんか出てないです。あちらもそうです。その隣も向こうの奥手のところも、まあまあ年数はそこそこありそうなんですけども、ほとんど出てないですね。これが現実ですよ、日本の。だからまあ銭湯を本当に考えてるのか考えてないのか、それまあ国会議員の方たちの様子とかも何回も僕見てるんですけども、その議論されてます。でそれは東京都のあの高層ビルの群れ解体時期に入った時に、まあ、耐えれるのかどうかとか、まあ、そういった現実的な話があるんですよ。ものすごい豪雨になりますよ、ああいうような高い高層ビル。で先ほどまで撮影していた、まあ、次の建物あちらですね、あちらもあのガラ空きです。でその手前の方の建物は結構あの亀裂がひどいですね。老朽化対象でしょうね、法律上のね。で今建設されているあちらも新たに建設されているようです。でこちらの方もそうですね。まあ、もしあちらの角の一軒家が空いてるんだったら、まあ、解体入った方が良さそうですね。亀裂結構広いんで。でその奥あちらもマンション出来上がってます。ガラス式です。こちらもそうです。自分で歩いてみたら分かりますよ、この通り三宮駅から新神戸に向かって歩きは分かります。でその奥のところもビルたくさん建設されてます。でも明らかに作りすぎですね。もともと高層ビルってあんまりなかったんですよ。まあこちらの方はちょこちょこっと人は入ってるみたいなんですけど、こちらもそうだし、あちらもそうだし、その奥のところもそう。まあこちらもそうですし、買い手の方がねなかなかいらっしゃいませんから、仕事の絶対数を考えた時に。だからこれ建物を植えるとしたら本当に1000とでも1000限り建物を埋まらないでしょうね。
その次の建物があちらの方ですね。もうほとんどガラガラです。で、その次の建物がこちら。まあ立派なマンションですけども、まあそんなに埋まってないと思いますよ。で、その次の建物、ああいう風な高層マンション出来上がってます。もともとこんなに高いビルなかったんですよ、阪神淡路大震災前まで。こちらも新しいビルです。綺麗でしょ。だからもともとそこまで必要なかったんですよ。もともとなかったっていうことは、言ってることシンプルですよ。で、あちらもそうです。ガラガラです。まああちらは10階建てあるかないかぐらいですけども、もし政府の方が本当に線と考えていて、まあ候補に上がるとしたら兵庫県でしょうね。大阪府じゃ面積が狭すぎる、兵庫県なら広い、これならわかるんですよ。一応航空設備はありますしね。まあこちらの方もガラガラです。こちらも反対側から見なかったらなかなかわかりにくいですけども、多分ガラガラです。本当にとんでもないスピードで作りすぎたんですよ。まあこちらの建物もそうですね。で、あちらもそうです。で、その次こちら、こちらもそうですね。で、その後、次のあの建物もそうですね。まあそちらは会社用のビルなんでしょうね。で、ちょっと中入ったところ、あちらがもし分譲マンションでしたらっていうところですよね。それとあと工事してるところ、まあまだ新しく作ろうとしてると、これ遷都する気ないんだったら一斉にもう工事やめなきゃもうどうしようもなんなくなってきてますよ。風化しますから、時代の年月とともに。で、こちらの方、まあある程度は人入ってるみたいなんですけど、まだまだ空きあるでしょうね。ああ、こちらもそうですね。その隣もそうです。あの奥の方の建物もマンション12階建て、その奥の方ね、そちらの方もそうでしょうし、あちらの方もそうでしょうね。まあ、画面中央のところです。まあこちらの方もそうでしょうし、あちらの方の右手の建物もそうですね。分譲系でしょう。ね、ガラガラでしょう。で、あちらは新神戸、新幹線の新神戸駅の、マンションです。なんとなく遠目から見ても分かると思いますけども、ガラガラで、そもそも販売自体行っているのか行っていないのか、何かの時用のために残しているのか、ちょっとよく分かんないですね。目的は昔から、洗濯物出てるところ見たことないですよ。まあこれで一旦この辺まで撮影は終了します。これがまあその奥の向こうのとこもそうですね。ちょっと待ってください。あちらね、高層ビル、こんなに同時に一気に作ったって絶対無理、埋めるなんて。どうせ何十年も経過して風化していくだけ、資産が目減りします。余分な資源使ってしまった日本の負けですわ。今度は加納町の歩道橋まで戻ってきました。で、そちらもまあ分譲マンション系でしょうね。新しく作られたものです。で、まあ多分ガラガラだと思いますよ。で、こちらもこちらはちょっと年数経てるでしょうけども、まあガラガラでしょうね。洗濯物出してる家がほぼ見当たらないですから。で、向こうの方にある大きな建物、あれも分譲マンションです。
で、まあ多分ガラガラだと思いますよ、本当に。もう仕事の絶対数、神戸としての仕事の絶対数として見た方がいいです。まあ、気持ちが遠いところで大阪、明石、姫路あたりまででしょうね。それ以上の通勤距離ってまず働いてる方は持たないと思いますよ、それ以上距離伸びたら。で、右手に奥にある高い建物、あちらの方もまあガラガラですね。でこちらの方の街並みなんですけども、もともとこれぐらいの高さなんですよ、ビルの高さ。あんなに高い建物いっぱい作ったって人入んない、多すぎる。三宮周辺だけで何十棟とあります。まあ12階建て前後まで含めたら100棟ぐらい作ってるでしょうね。でその中に50棟超えのものが何棟もあるから、これはとんでもない数の空き家作ってますよ、本当に。で右手にあるあれぐらいの高さの建物のところもそうですね、全然洗濯物出てないですね、全て空き家かもしれません。ちょっとねこちら歩くのは一旦やめにして、線路沿いの方に切り替えますね。